の前にはとってもちっちゃな可愛らしいお子様たちのバイオリンの素敵な演奏でしたけれども、今度は後期高齢者ぞろいのハーモニカのグループです。よろしくお願いいたします。こちらには憧れの郵便馬車、日に一度嬉しい便りを載せて便りを待ちわびるワクワクした感じと、はるばるやってくる郵便馬車の軽快さが伝わる演奏ができたらいいなと思います。そして2曲目はいつでも夢を、今年歌手生活を引退された橋幸夫さんの若い頃のヒット曲です。私たち高齢者になっても夢はいつまでも持ち続けたいと思っています。では2曲続けてお聴きください。指揮はメンバーの松崎清です。Thank you.
を演奏すると高齢者の私たちもとても元気をいただけるのです。ではどうぞお聴きください。栄冠は君に輝くです。